鍋来ました。黒豆ソフトと黒豆ココアいただきます。笹山牛肉そば来ました。いただきます。おはようございます。アストロタイガー解像機の放送です。今日は RV パーク丹波笹山さんの紹介になります。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後に利用してみて分かった気になる点3点紹介させていただきますので、最後までどうぞご覧ください。この日は大阪キャンピングカーショーに行っておりました。それでは行ってみたいと思います。大阪キャンピングカーショーについては別の動画をご覧ください。今日は RV パーク丹波笹山さんで一泊したいと思っております。それでは行ってみたいと思います。インテック大阪から RV パークに移動します。ちょっと看板がないからここは注意ですね。うん、あ、RV パークって書いてある。あ、本当だ。ここだね。ここだね。多分これ延長コードがないと無理だよね。あ、ギリ足りた。ここか、こうね。これで OK ね。じゃあちょっとやってるかどうかわかんないんだけど、蕎麦屋さん行ってみたいと思います。はい。母さん、はい、最悪の保険がありますよM のマークがもうなんかここ古い家が、うん、街並みが残してある感じだね。うん、白壁がずっと残ってるよ。まもなく目的地付近です。目的地に到着しました。案内を終了します。運転お疲れ様でした。真っ暗じゃん。さっきのカドンじゃない、うん、で駐車場はどこ。これ無理でしょ駐車場はどこって感じやな。いや、終わった終わった。やっぱマクドナルドじゃないもうなんでここまで来てマクドナルドもう手前に郷土料理ってあるね、うん、そこどうなんだろう。20時半まででもいいかって。いいよ。あの市営の駐車場に止めてくれって言われたんだけど、行って乗って駐車券持ってきてくれたらただで買って。食べれるの。食べれる。よかったね。これ、うん、どこ。あ、はあはあ、はいはいはい、うん、これキャンピングカーに優しい入り口だねよし、それじゃあ行ってみたいと思います。はい。丹波笹山郷土料理っていう看板に惹かれてやってきました。お手軽ボタン鍋2950円。ちょっと行ってみましょう、うん、はい、はい、これかこれだね。ちょっとこれちょっと高い、うん、こっちでいいかね。うどんとか追加する。寿司鍋来ました。
ほぼ出来上がってるそうですが、赤みが消えるまで火を通してから召し上がりくださいとのことでした。こちらに山椒、七味あります。うどん来ました。これで2人前、結構な量入れますね。もう入れちゃう？あ、もう肉火通ってると思うよ。赤身なくなってるもん、うん、ほら、もう赤身ないでしょ。なんかめっちゃ多くなったけど大丈夫かな、食べきれるかな。こんな多いと思わなかったね。え、豆腐、父さん1個取ったけど、これ取っていいよ。豆腐2個ぐらい父さん取っちゃったから。なくなったね、うん、食べたね、よく、うん、うん、すごいすごい。ボタン鍋美味しかったね、うん、1人6000円はちょっと高くて食べれんかったけど、うん、お手軽ボタン鍋があってよかったね、うん、うん、はい、それではRVパークの方に戻したいと思います。はい、はい、夜中に起きてみましたが、クレハブ小屋の方にセンサーライトがあり、道路側に何箇所か街灯があります。左右の道路多少車が通りますが、交通量が少ないのと距離がありますので、車の中にいると全然気になりませんでした。こちらクレハブ小屋の方にセンサーライトがあり、古民家に近づくとこちらにもセンサーライトがあります。こちらにもセンサーライトがあるので、ライトがなくても問題ないと思います。こちらの中の電気はずっとつけといてくれるそうです。はい、 RV パーク丹波篠山さんですが、兵庫県丹波篠山市にある RV パークになります。RV パークの入り口はこちらになります。入り口を入ってから奥から RV1、RV2、RV3、RV4、RV5 の5サイトあります。駐車場のサイズは長さ7メートル、幅4メートル、高さ無制限になります。ですが駐車スペースからフェンスまでのスペースがあまりありません。今回私1台だけの利用だったので問題ありませんでしたが、他に利用者の方がおられる場合には駐車が少し難しいかもしれません。場合によっては入る時からバックで入られた方が入れやすい可能性があります。一つのサイトはここまでありますので、こちらにテーブルと椅子を出すことも可能ですし、サイドオーニングを出すことも可能です。外調理も可能ですが、直火は禁止になっておりますのでよろしくお願いします。雨の日はこちらのクレハブにて食事を取られることも可能なようですが、こちらのクレハブとあちらのトイレとシャワーのある古民家の方は夏季厳禁になっておりますのでご注意ください。受付は住所、氏名、電話番号を記入し、電源と古民家の玄関の鍵をお借りいたしました。電源はこちらに1、2、3、4、5、各サイトごとの電源がございます。来た時にすでに鍵開けていただいてましたが、こちらの鍵で施錠されております。来た時にブレーカーが降りてましたので、電源を挿して使用する時にはブレーカーのスイッチを上げて使用してください。シャワーとトイレはこちらの古民家になります。こちらの玄関の鍵で挿して回すと開きます。失礼します。こちらの扉を開けて、こちらの電気はついておりますが、こちらはついておりません。上にシーリングライトがついておりますが、こちらのリモコンの
スイッチを入れるとつきますので、こちらのキッチンの方はこちらの紐を引いていただくと電気がつきます。電子レンジ、オーブントースター使用可能だそうです。ただし重ねて申し上げますが、火器の使用はできませんのでよろしくお願いします。こちらの部屋の電気の方はこちらの柱にありますスイッチを押してください。トイレがこちら、右側にあります扉がシャワーになります。入るときにはこちら使用中に変えていただいて、スイッチがここにありますので、ここのスイッチを入れて使用してください。使用後は戻しておいてください。こちらがシャワー室になりますが、こちらのスイッチでこちらの脱衣室の電気がつきます。中の電気はこちらになります。湯船もありますが、使用できるのはシャワーのみとなっております。使用するときには給湯器の運転のスイッチを押してください。こちらで温度の調節が可能ですが、こちらのダイヤルを回さないと熱いお湯は出てきません。電源の料金は使用料に含まれておりますが、シャワーの利用も無料ですし、こちらにゴミ箱がありますので、しっかり分別して入れていただければゴミの処理も無料ということです。チェックアウトの時にオーナー様おられない場合は、こちらの古民家と電源の鍵をこちらのポストに鍵を入れて出発すれば OK とのことでした。チェックイン時間は14時から20時、チェックアウトは6時から12時までにお願いいたします。使用料は1泊1台2500円、スタンダード会員は 20% 割引の1泊2000円、プレミアム会員の場合は 28% 引きの1泊1800円になります。電源料は込みの金額になります。予約は電話かメールになります。宿泊日時、名前と車のナンバープレートの番号、携帯番号を電話またはメールにてお願いいたします。RV パーク丹波笹山さんの詳細につきましては、動画下の説明欄にリンクも貼っておきますので、予約問い合わせの電話やメールアドレスにつきましては、リンク先のホームページをご覧ください。最後に利用させていただいて気になった点を3点紹介させていただきます。1点目に気になったのは RV パークの入り口になります。こちらが RV パークへの入り口になりますが、特に看板があるわけでもないので少し分かりづらいです。2点目に気になったのはこちらの電源からこちらのサイトまでの距離です。2,3,4 はそんなに距離ありませんが、5は少し離れてます。1はこれだけ距離があります。今外部電源コードをつないでなんとか接続できていますが、車両によっては右後ろではなくて抜き忘れ防止のために運転席に近いところに外部電源の口がある場合があります。その場合こちらのコードでは届きません。延長コードの貸し出しもされているようなので、延長コードを借りられるか延長コードを持参された方がいいかと思います。3点目気になった点ですが、こちらの脱衣室ですけれども、内側にカーテンがございませんのでこんな感じになります。中にカーテンがありますと女性の方も安心して使用できるんじゃないかとは思いますが、気になる方は近くの温泉を使用することもご検討ください。最後に RV パーク丹波笹山様には動画撮影と YouTube への動画投稿の許可をいただきありがとうございました。ステッカー貼る許可いただいたので、こちら貼らせていただきたいと思います。はいはい、はい、それでは RV パーク
丹波笹山さんを出てちょっと笹山城の方に行きたいと思います。はい、それでは出発しますね。はい、それではありがとうございました、はい、ありがとうございました。昨日の駐車場がここよね。入れましょう。ちょっとお土産物と買い物だけして帰る。1時間未満無料だって。で1時間から2時間までは200円、2時間以上午後12時まで400円。こっちに駐車場あったわ。ここはずっと200円だほら。ただし200円は平日の 5.5 メートル以下の車両に限ります。こっちの方が安かったね。もう止めちゃったけど。はい、笹山城跡到着です。ほら見て、キムタクの映画ここで撮影されたってよ。あれ9時から開いてんじゃなかったっけ。マジ今日は休館日です書いてあるわ。せっかく来たのに。マジか、今日は休館日でした。残念、帰ろっか。はいはい、せっかく来たのに。母さんキムタクの映画だけじゃん、キムさんの。あ、栗だ栗だ、買って帰る。じゃあ550円にする。はい、ありがとうございます。買ったね。はいはい、それでは大正ロマン館でちょっとお買い物。はい、黒豆ソフトと黒豆ココアいただきます。ここかな。ここじゃないかな。笹山牛肉そば来ました。いただきます。はい、今回は RV パーク丹波笹山さんに一泊させていただき、丹波笹山市で焼き栗を購入し、黒豆パンを買って、私は黒豆ソフトを食べ、奥さんは黒豆ココアを飲んで、黒豆も購入し、笹山牛のお蕎麦を食べて、黒豆大福を購入しました。もうかもないよね。これ全部だよね。今回は木村拓哉さんと綾瀬はるかさんの映画レジェンド&バタフライのロケ地にもなった笹山城を見たかったのですが、残念ながら月曜日は定休日ということでお休みでした。そこだけ残念でしたが、丹波笹山十分堪能してきました。それでは広島に帰ろうかね、はい、今回は RV パーク丹波笹山さんの紹介させていただきました。それから私が食べた丹波笹山の郷土料理やグルメについてもお伝えしましたが、いかがだったでしょうか。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。ありがとう。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は奥さんもいますよ。います。それでは広島に帰ります。はい。